有権者への公伝を秘書らに持参させていた疑いがあるホリー・マナブ衆議院議員から東京地検特捜部が任意で事情を聞いたことが分かりましたホリー・マナブ議員は2022年ごろ選挙区内の複数の有権者に対し自分の名前が書かれた公伝を秘書らに持参させていた疑いがあり特捜部は18日、東京千代田区の 議員会館事務所や北海道上別市にある地元事務所などを捜索しましたその後の関係者への取材で特捜部が21日までにホリー議員から任意で事情を聞いたことが分かりました特捜部はこれまでにホリー議員の事務所関係者らから任意で話を聞いていて事実関係や認識について確認するためホリー議員本人の聴取に踏み切ったとみられます 堀ー議員は特捜部の家宅捜索を受けて18日に自民党を離党しています。